フリッツ・アールは1900年代から1910年代のドイツの自動車技術者、レーシングドライバーである。ベンツ社のワークスドライバーである。錠前職人としての訓練を受けた後、1894年3月にベンツ社に錠前職人として入った。その後、イルメナウ工科大学で学んだ後、ベンツ社にエンジニアとして入り直した。1900年に、 世界初の水平4気筒エンジンを開発した。これは、ゲオルク・ディールによって設計されたレース用車両に搭載され、同年7月にフランクフルトに特設されたサーキットで開催されたレースで圧勝した。1904年にリヒャルト・ベンツと共に同社の設計部門を引き継いだ。1905年にハンス・ニベルと共にベンツ社の車種のラインナップを大幅に改め、 売上の改善を図った。1907年にレース部門の責任者となり、R 自身もドライバーとしてレースに参戦した。1908年に第1回プリンツ・ハインリッヒトライアルで優勝を果たす。その後、同社の署名権者の一人となり、第一次世界大戦後も同社に泊まり、1935年に引退した。ありがとうございます。